はい、本日はね、こちらの方ですね、道の駅越前お食事処兼一さんでね、お魚屋さんの海鮮丼1750円食べてみたいと思います。絶好調でございます。絶好調。他が見えないようにしなきゃいけない。難しいですけどね。こう来た方がいいか。なかなかカメラポジションも難しいですね。後ろが見えないようにしなきゃいけない。こうですね。こんな感じですね。めっちゃうまいな。ごちそう、久しぶりに食べます。めっちゃうまいです。やばいです。いただきます。こんな感じですかね。こんな感じ。ちょっとしまったサザエもついてます。サザエ味噌汁いただきます。これをかけていきます。ほらやばい。カニの本体に三本足が出てます。近い距離でいきたいと思います。近い距離でいただきます。ちょっとお口直しにこれからいきます。まずは甘エビ。甘エビは甘い。タコ。いや、うまっ、やば。海鮮丼でございますよ、海鮮丼。このままいきます。うまい。何が乗ってるか全然わかんないですけど、
前で。殻抜けました。殻の。ブリブリ。カニは最後に置いておきます。カニを食べた気分になれるんだ。海鮮丼最高。うん、うまい。食べるプロだから。ガッツリカニです。ガッツリカニ。食べちゃったのプロだから。Thank you.
ちゃうまい。最後に美味しいいただきます。うん、まやば。カニだし、カニのだし。あ、うま。カニの味。今年初かな。たくさん人がおるんであんま喋れませんけど、うまかった。ご飯です。美味しかった。乾杯。こちらの方もね、道の駅越前お食事処金石さんのこのね、お魚ちんのお魚屋さんちの海鮮丼1750円いただきました。美味しかったです。他にいろんなメニューがあるんでね、ぜひ来てくださいね。あとですね、海鮮ラーメンの方もありますということで、ありがとうございました。美味しかったです。